はい、というわけでやってまいりました。今日はですね、こちら、ほら、ハッピーセットのね、マクドナルドの、おまけでね、ついてくるミニカーなんですけど、これね、ちょっとこの間ね、とある人にもらいまして、初めてこれ開封するんですけど、ほら、てってれー、あ、軽いわこれね、シビックタイプ R。 よくね、市場の方出させてもらってます。ここをクリックしてくださいね。他にもね、こんな種類があるんですね。あ、これ S660 ですかね。ホンダが2台あります。で、これ久々にね、ミニカーもらってね、最近ね、ちょっとよく TikTok ね、私やってましてね、よく見るんですよ。で、TikTok でもミニカーないかなと思って探してたんですね。そしたらね、これミニカー好き、こういうね、クリエイターさんがいまして、ちょっと見てみましょうか。お、日野のバス、お、スバルですね。お、カウンタックかな。お、これオロチオロチのミニカーあるんですね。お、トラックにトラックに乗ってるランブルギーニとかフェラーリとか、おほほ、こんな大きいのも持ってるやな。わあ、これええな。これマイバッハかな。すごい、ようできてる。トミカもね、結構ね、私集めてまして、物によってはね、結構プレミアがね、ついてヤフオクでね、売れたりするんですよね。ちょっと久しぶりにね、ちょっと私のコレクションね、見てみましょうか。昔ね、結構集めてたんですよ。はい、こちらがね、私のコレクションボードです。これね、普段玄関にね、飾ってるんですけど、今日はちょっとデスクの方へ持ってきました。こちら光るな。はい、これがね、私のミニカーコレクションボードですね。ちなみにね、こちらが昔乗ってたフェアレディ ZS130 ですね。マンハッタンからトミカのね、フェアレディ Z を集める癖がありましたね。ほら、これ全部トミカ。あ、ちなみにこれね、ちなみにこれ、ほら、金ピカの Z。 これ本物のね、純金の、トミカがあったらしいですね。それのレプリカと。新しいのから古いのまで、これチョロ Q ですね。この辺なんかね、結構古いトミカじゃないですか。これ確かね、黒箱だったと思いますよ。この辺ね、ちょっとプレミアがついてると思います、これもね。で、あとなぜかね、ビートルを集める癖がありました。で、これワーゲンバスね。これはホットウィルですね。あ、なんかもうこれゴムが劣化して、うわ、お、久しぶりに見るといいね。トミカの特徴はね、ほら、これ子供がね、足で踏んでもこれクッションになってるんですよね。なので危なくないと。コブラマジかっこええわ。これよくできてますよね。タイヤにグッドイヤーのね、マークが入ってますね。まあ、この中で一番気に入ってるのは、やっぱりこれですよね。この S130 ですね。ちゃんとね、このドアのところまでね、このシルバーのラインが入ってるところが忠実ですよね。で、実はね、これ、ほんの一部です。で、ちょっと集めすぎやろっていう感じやな。まあ、これちょっと空箱がね、あ、そっか、空箱を置いてるんですよね。売れた時にね、空箱が、ほら、これ入ってない。空箱を置いとくと、あ、これ入ってる。これ同じやつやな。あ、そっか、これヤフオクで売ってた在庫やな。これはね、ダットさん 240Z ですね。で、なんかプラモとか、ね、わははは、やばい、ちょっと埃かぶってますけど、ミニカーもあります。あ、これいいね。これなんかいいですよね。もう一回飾ろうかな。後ろもかっこええわ。フェンダーミラーが落ちとる。これはみんな大好き、西部警察ですね。いや、本当にね、本当にいろいろ。あ、スーパーカブもありました。いやー、洋さんあるな。もう自分で何買ったか覚えてないですね。あ、こんな箱入りのね、お、これ GTR ね。
これね、あんまりもうこれ以上広げたくないですね。あ、これなんかも高いんじゃないですかね。当時ね、2500円の、値札がついてますね。こう箱がね、なんか黄色いんですね。これフルボケでこんな色になったんやったかな。これはトミカリミテッドか。カーマガジン。ちょっとね、本がついてたりしましたね。はい、いかがでしたかね。いっぱいありましたよね。あれ、まあ、売ったらね、まあ、ちょっとすると思うんですけど、もうめんどくさくてね。ちなみにこれ、ほら、フィット。これも、もらい物です。はい、というわけでね、TikTok もね、結構面白いんで、私やってます。リンクの方ね、下貼ってますので、皆さん参考に見てくださいね。私のチャンネルが面白ければ皆さんグッドボタンお願いします。そしてチャンネル登録よろしくお願いします。はい、というわけでミニカーコレクションを久しぶりに見てみたようでした。じゃあね、バーイシュー。